What's going on there, YouTube? Welcome back to another video. And today, my fellow Shinobis, we're back watching the Yakuza Beyonce. Episode 1 was really, really good. I don't remember the character's names, but the fiance, the boyfriend, the fiance, whatever, he's a menace. I love it. Like, he's a psychopath. Motherfucker was smiling 1 minute. Next thing you know, beating the motherfucker face in, blew all over his hands, and then gonna be nice and shit. Oh, like, let me just drop the act. Like, let me just let you know, like, I'm really about this Yakuza shit. I can really give two fucks about you. But then when she showed her hand and showed how she get down, nigga said, oh, I love you now. Bro fell in love after she showed a little bit of dominance. He was like, oh, I like that. But all in all, episode 1 was really enjoyable. I fucks with it and I fuck with the show. So I'm excited to see what we have next. Let's go ahead and tune in and find out, because I know I can be yapping these intros. So let's go ahead and get to it. You guys like on these reactions as always. All I ask y'all to do, like, and subscribe, but join the family and everything. You know what I'm saying? But let's go ahead and get to it. I can only imagine some more crazy about to go down this episode. Aw, her little lunch. こっちは腎臓取った傷塞がったばっかなんだよ。いつと、ストレスがな。一度は風俗にまで落とそうとした女に平然と好きと言える、あの神経。それに、 常に笑顔で何を考えているんかまるでわからん。ヨシノ。ヨシノ。There she is。愛かな。ヨシノがどこにいてもすぐわかるんだよね。冗談だよ。愛してるのは本当だけど。いや、そういうの本当にいいから。ごめんごめん。答えはそのカバンの中。その電子辞書。 実は無理やりGPSモジュールねじ込んだんだ。おお、ヘルノー。いや、吉野のいる場所がすぐに分かってありがたい。勝ってる。怒られる前に白状しようと思ったんだけど、やっぱり怒ってる。これで怒ってへんように見えるんやったら眼科で眼球交換してこい。 いや、確かにGPS使ったけど伝えなきゃいけないことがあったんだよね。さっき連絡があって、今夜は出かけないで揃って二人で家にいろってさ。親父から俺たちに何か話があるらしい。話ってなんやろ。もしや、いろいろバレたんじゃ。そんな大丈夫。あんた何か知ってるの？ あれ、親父どうしたんですか？親父はギリごとで帰ってこれない。代わりに俺が伝える。あ、吉野、会うの初めてだっけ。橘さんと稲森さん。どうも。橘さん、こんな顔だけどいい人だから。殺すぞクソガキ。一回しか会えないと思って聞く。<笑>特にお前、つい最近の話だが、赤座工業の会長の娘が行方不明になった。赤座工業。 本家の特殺会の三次団体、つまり上から三番目だな。知ってると思うけど、うちは上から二番目。年は俺らとほぼタメだ。単なるガキの家だかもしれないが、柄をさらわれた可能性もある。それだけなら大して関わりない話だが、今うちは似たような女を預かってる。何かあったらただじゃ済まされない。ソメイヨシノ。はい。いいか。 赤坂会長の娘が見つかるまでは、とにかく霧島と四六時中行動を共にしろ。それが無理なら稲森を使え。わかったな。わかりました。よろしくね。やばい。四六時中一緒にストレスで本当に。24 hours with him。どうしたの？ いいよ、別に。しばらくは極力出かけないようにしないといけないわね。え、どうして？これから吉野とご飯食べに行こうと思って店予約してあるよ。あんたさっきの話聞いて。吉野は心配性だな。そこが可愛いんだけど。でも本当に今回の件、俺たちにはほとんど何の関係もないと思うよ。何か知ってるの？
一緒にご飯行ってくれたら俺の知ってることを教えるよ。That shit, all that shit looks fucking good. なんだこれ。ハスのハサミ揚げだよ。え、ハス？レンコンのこと。レンコン？ Lotus root。レンコンのことハスっていうのか。なんかちょっと東京っぽいな。Oh, she liked that shit. うまい。醤油の味がする。な、何？いや、可愛いなと思って。この際だから聞くけど、あんた私のどこを好きになったの？どこって？いや、私があんたのこと好きになるって本気で思ってるなら、とんだ脳内花畑野郎だなと思って。そうだな。全部好きだけど、そういうこと言ってくるところがなおさら好き。俺のもあげる。考えても下手に出られてんのに、こっちが優位に立ってる心地が全くしない。それどころかっていうか、そもそも今まで好きなんて言われたことなかったから、他と比べようがない。 Oh lord。 あ、そうだ、忘れてた。はい、これ例の行方不明の赤座会長の娘、赤座しおり、20歳、神奈川の短大に通ってる。これ二の腕入れ墨？ああ、そこはあまりいいとは言えない。でも保護処分歴はなかった。一昨年くらいかな、本家の相談役の葬儀の時に話したことがあるんだけど、典型的な甘やかされた金持ちの娘って感じだったな。なんでいなくなったのか本当にわからないの？まあただの家出か、どこかのチンピラに無理やり車で連れ去られて、20-30万で売り飛ばされたって可能性があったかいんじゃない？ He just said shit so casually, it's crazy. いうことじゃねえ。っていうか、あんたも一言じゃないでしょうが、私たち二人とも置かれた状況に似たようなもんよ。ああ、俺は大丈夫だよ。俺、吉野と違って、深山総長の実の孫じゃないから。え？あの人見込んで子供も孫もいない。俺の実祖父の兄貴、つまり俺にとっては大叔父だ。12の時俺が押しかけたんだ。押しかけた？あんたもしかしてヤクザになりたいの？あ？まさか、行き着くとこまで行ったらあの家だっただけだよ。Oh, okay. 電話だ。That's not really his grandpa, that's his granduncle.そんな子供がヤクザの家に押しかけるってどんな状況なんだ？え、もう電話終わったの？ああ、それがさ、赤座工業の組員が一人死体で見つかったらしい。Wait, what? 起きてるな。すみません、こんなしょうもない買い物に付き合わせてしまって。東京と大阪の電気の周波数違うって忘れてて、すっごい古いやつ持ってきてたんで。うわっ！いや、むしろこっちで用意しておけばよかったですね。すみません。東京で初めて普通のいい人に会った。桐島さん、急に。I like her outfit she be wearing. 一緒に来れなくて残念がってましたね。桐島さんと仲いいんですね。全然良くないです。正直言ってることもよくわからないし。実を言うと俺、桐島さんとまともに会話したことってあんまりなくって。え、そうなんですか？俺が初めて会った時、桐島さんまだ中二くらいだったんですけど、なんか普通の中二じゃなかったっつうか、それから何年経っても話しかけづらくて。そういえば桐島が12歳の時に自分から深山一家に押しかけたって言ってたんですけど、本当なんですか？人から聞いた話なんですけど、桐島さん小5の時にちょっとヤバい暴力沙汰を起こしたらしいんですよね。Oh, in fifth grade, he goes out of fighting? Interesting. Nigga is a fucking menace.Oh my god. Snapped all their fucking bones is crazy. この時間やっぱ混んでるな。
Something's bad about to happen, I feel like. Oh, she's alive! Damn! よしのもあれ、しおり、明日から海外行くんでしょ。こんなところで飲んでて平気なの？だって、しばらく日本に帰ってこれないんだもん。パパも心配しすぎで正直鬱陶しいし、ずっと見張られててストレスたまりまくりだっつーの。しおり、何やったの？あの死んだやつと一緒にバカラで行かさま仕掛けやがったんだよ。しかもフィリピンマフィアに。マフィア？やば。 5億も負けさせやがって。バカだろお前。殺されてんじゃねえか、あいつ。だから、あんたたちのこと金出して雇ってるんじゃん。だいたい、私は金持ちの親父カジノに誘っただけで、イカサマ仕掛けたのは私じゃないもん。結果、ドーリン、ニグ。5億か。結局、お久しぶりです、赤座しおりさん。誰よ、あんた。あれ、覚えてません？柏木会長の葬儀で一度お会いしましたよ。 深山岳の孫の深山霧島です。どうも染井です。深山？おい、しおり、マジでてめえの知り合いなのかよ。知らないわよ。あんた、誰に言われてここに来たのか知らないけど、私のことを一人で殺せると思ってんの？This nigga got so much fucking swag. Alright. あなたを殺したい人間がいるとすれば、例のフィリピンマフィアじゃないですか。はあ？赤座会長もどこ行っちゃったのかな？ 戦々恐々でしょ。自分の娘がフィリピンの犯罪シンジケートから5億もかすめて命まで狙われてるとは。は、何それ。明日の海外旅行はキャンセルで、今から俺と一緒にうちに来てもらえません？はあ？あなたたち親子2人ともこれ以上やるとマジで収拾つかなくなりますよ。今更どうあがいても本家に迷惑かけるの必死でしょう。<笑> 赤座会長も一計講じたはいいが、今となっては進むも地獄、引くも地獄。吉野！邪魔。あえてみろ。なんだこの状況。生ぬるい。おお、ヘオナ。お前らが来んの待ってたんだろうが。おお、ヘオナ。大体ガキ一人。ふざけんなよ。今回は許してやるけど。 Yeah, you don't fuck with his girl, bro. Oh my god! Nigga stabbed his eye out with only a fork. Oh my god! Oh my god! Beat his ass! Beat his ass! 合わせて20人。体中の骨、へし折ったらしいです。今確信した。こいつやったらやる。なんであんな全力で人のこと殴れるんや。なんであんなに強いね。違う。私が弱いだけや。I'm just weak. Go ahead, girl. You can fight back. Ooh! Let him get stabbed. She hit him with the fucking blow dryer. I love her.殺すじゃねえよ。俺の女血が出てるっつってんだろ。まだ死なせねえからな。
あと10リットルは血流してもらわねえと割に合わねえよ。This nigga is a whole fucking menace. あんた、ええ加減にしや。一回殴られて殺すアホがどこにおるんじゃ、ボケ。でも、吉野もさっき死ねって言った。こんなカスみたいな男、殺す価値ないねん。でも、吉野死ぬ。殴られて出たんだちゃう。倒れた時に顔打ったんや。絶対嘘だ。嘘ちゃう。That's such a lie. 私よりは…She ain't dead, right? もう死んでてもいいよ。俺落ち込んでそれどころじゃない。おい。I love them. 実質破門だな。娘も結局日本にいられないから海外に高飛びしたらしいぜ。っていうかあんた、明らかに毛が増えてない。霧ヶ谷組の島で迷惑かけたから。軽い折檻だよ。え？何これ？1000万円。10 million yen。今度は何やらかしてん？これ例のフィリピンマフィアとうちで折半した5億のうちの俺の取り分。うちが赤座会長と娘を見つけ出してきっちり5億回収してくる代わりに取り半で双方痛み分けってことになったんだ。で、俺が見つけてきたからその報酬が1000万。吉野のものだよ。いやいらんいらん、こんなんもらう理由ないし。だって吉野この前俺に400万くれただろ。は？俺も臓器売って返すのが筋かと思ったんだけど、すぐにできるつてがなくって。でも金しか誠意を見せる方法がわからないし。いや、誠意ってあんたいろいろずれまくってるんやけど。角膜売ってこようか。それならつてあるんだ。10万くらいにしかならないけど。アホらしい。金もいらないし角膜もいらないわよ。それならこれ新しいドライヤー買いに行くから付き合って。この間壊したから。もちろん。I love them.Who's watching them? Oh, nigga, that has twin or something? What the fuck is that?